リチウムイオンポリマー二次電池、または、ライポ、Li ポ、リポ、リチウムポリマー、ポリマー電池は、リチウムイオン二次電池の一種である。競技のポリマー電池は、電解質に重合体を使用したものである。競技のポリマー電池とは電解質以外にも、不極、正極の活物質に、導電性鉱分子などを用いたものも含まれる。現在実用化されている、ポリマー電池とは、 電解質にポリエチレンオキシドやポリフッカビニリデムからなるポリマーに電解液を含ませてゲル化したものであり、本質的にはリチウムイオン二次電池と変わりはない。引火性のある電解液と比べてポリマー自体の安全性は高いが爆発などの危険性がなくなったわけではない。デジタルカメラ用ポリマー電池定格は 3.7V になっているマルチコプター用 LI。 ポバッテリー短絡により膨張したバッテリーリチウムイオンポリマー電池は従来の電池に比べて反応性に富む素材を使っておりエネルギー密度が高いことから使い方を誤ると重大な事故に至る可能性がある。ただし電子機器やおもちゃ等に内蔵される形で手に入るリチウムイオンポリマー電池はそれ自体に重放電制御回路や短絡。 加熱保護回路が付属しているため、通常使用にあたって特にその使い方に注意を払う必要はない。しかし、もしバッテリーが膨らんでいる場合は、過充電などでバッテリー内部に可燃性ガスが発生している可能性があるため、早めに交換対応をした方が良い。一方で、専用の充電器の利用を想定して、セル単体で流通する。 リチウムイオンポリマー電池については、ニッケルカドミウム蓄電池やニッケル、水素充電池と同様に運用することはできない。NICD、n i m ルツ用充電器で充電を行うと、充電が止まらずか充電となり、バッテリーが異常発熱し、膨張、火災の原因となる。過放電も禁物であり、保管時には過放電にならない程度に放電しておくことが望ましい。 充電状態で保管すると内部短絡等で発火に至る場合があるほかパッケージが外部の衝撃を吸収する構造ではないため折り曲げたり強い衝撃を受けたりすると内部が短絡する可能性があるその状態で密る放電を行うと最悪の場合発火炎上する可能性があるヒュンダイアバンテルプイハイブリッド CT&TE ゾーンこのタイプの電池を 搭載した市販車、ありがとうございます。